サンダースロー・スキーターサロスキーター W-14 サロスキーターはイギリスサウサンプトン・ワカウズにあるサンダースロー社で製造された訓練偵察ヘリコプターであるスキーターはイギリス陸軍航空隊に収益した最初のヘリコプターであるスキーターは1948年頃の当初はシェルバオートジャイロ社で設計されていたが1957年まで収益しなかった この長期にわたる開発期間により本機が収益する前にすでに時代遅れになっていることは確実であった。グランドレゾナンスの問題は 145HP の低出力エンジンによるもので、これは1951年にシェルバ社がサロ社に吸収されるまで解決しなかった。サロ社が 200HP のデハビランドジプシーメジャーエンジンを搭載すると1956年に かなりの数が調達された。イギリス陸軍は64機のスキーター6を発注し、スキーターアップ12と命名して、最終的に1956年10月に収益した。1960年に、イギリスのブリストル社、フェアリー社とサロ社のヘリコプター事業が、ウエストランドエアクラフト社と合併したことにより、タービンエンジン付き機種の開発は放棄された。しかし、 これで得た技術は、スキーターの機体を元にした P531 を経て、ウェストランドスカウトとウェストランドワスプの開発に生かされた。シェルバ W14 スキーター1をオリジナルの設計。106HP のジェームソン FF-1 エンジンを装備して1948年10月8日に初飛行。ビブブームは三角断面。一機の未製造。 スキーター 245HP のデハビランドジプシーエンジンを搭載して1949年に初飛行。地上共振で最終的に分解した。この型は後のすべての型と同じく円筒形のビブブームを持っていた。一機の未製造。スキーター 380HP のブラックバーンエアクラフト射程エンジンを搭載していくらかの進歩を見せ始めた。 2機製造。イギリス陸軍からは発注されず。スキーター4イギリス海軍向け。スキーター2、3と同様に、不採用。1機のみ製造。スキーター5他の初期のスキーターと同様に1機のみ、製造。スキーター6試作機を3機のみ調達。スキーターアップ、10イギリス陸軍航空隊での評価用に3機、製造。 スキーター T11 イギリス陸軍航空隊向けの複式操縦装置付きの練習機。1機製造。スキーター 7-215HP のジプシーエンジンを装備。最も成功した機種。64機製造され、イギリス陸軍航空隊が購入。スキーターアップ12イギリス陸軍航空隊向けの空中観測機。スキーター T13 イギリス空軍向けの練習機。 T13 は陸軍の操縦教官の訓練に使用された。スキーターシリーズ 8-215HP のジップシーエンジンを搭載した民間型。発注はなく3機製造。スキーターマーク50スキーター7の西。11機を受注し輸出。スキーターマーク51スキーター7の西ドイツ海軍での名称。4機を受注し輸出。 ドイツイギリスポルトガル英国博物館に数機が保管されているが現存する飛行可能な機体は一機のみ。ありがとうございます。